いやー、やっちゃいましたね、モンストさんって思っちゃったモンスト事務所の内容、見聞させていただこうと思います。で、運営さん何やらかしたかっていうと、今、ワードリコラボやってるじゃないですか。で、サイドエフェクトっていう、報酬上がったりとか、火力上げたりとか、いろんな要素、運棒を発動したりとか、そういう要素あるじゃないですか。これが、初期のクエストの全クエストで使えるようになりました。だから、コラボクエストだけしか使えなかったんですけど、この、下に書いてある2月25から3月1日まで、この期間だけは、いけます。全クエスト。いや、こんな、麻薬屋で、トクエルの園みたいな感じで、これを覚えちゃったら、いや、普通の初期集会なんて、もうポンコツ屋でみたいな感じの気持ちになっちゃうんじゃないのかな、みたいな。なんで、運極作ってないよっていう人は、ここで一気に作っておきたいですね。で、あと、手稲もしりでスペシャルアイテム使えて弱点2倍になりますよっていうの、まあ、ありますね。私、手稲もしりあんまり覚えてないです。で、モンストの日やってきて、今回は28日なんで、まあ、その2月は30日まで前からね、それを覚えておきましょう。で、根気欲しい、オーブ欲しい、スタミナ民は、まあ人それぞれ。で、英雄の書も結構貴重なんで、これも交換しときたいっすねって感じね。でもこれもやっときましょう。で、オールスター感謝ガチャ来ました。感謝白ガチャ。これが、まあ26日の土曜日から始まって、3月2日までなんで、まあこれは大半の人は知ってるけど、まあもうワートリコラボで始めた人とかはいると思うんで言っときます。引かなくていいっす。結局、出るかもしれないよっていうガチャなんで、別に確定とかじゃないから、気にしなくていいんじゃないのかな。まあこれは多分 YouTuber の人とかは多分動画出したり、あとはまあ Twitter とかで出す人もいるかもしれないから、それ見て我慢を覚えてください。で、新しい超究極、いやこれちょっと嬉しいですね。最近モンストの高難易度っていうのが新超究極全然来なくて止まってたんで、やっと来ましたよっていう感じ。非属性でダーインスレイブ、いやこれ私最近原神してるからちょっと名前ありますね。これはコラボ待ったなしみたいな嘘です。で、超究極ですがモンストの日限定でやってくるんで、今までやった新シリーズの多分新しいバージョンはもう新〇〇系じゃなくて、ちゃんと普通の名前でやってきましたよ、みたいな感じなんですよね。で、まあ普通に28日木曜日の7時から10時にやってきます。超究極のやつですね。で、これ別形態やって、超究極風。だから、今までただの究極、新なんとかみたいな感じだったけど、まあ今回は超究極でなんか普通のやつ、で、風っていうクエストで名前は変わらずイラスト違いなんですよね。で、内容としては、新シリーズのやつと一緒で、まあ、超究極これクリアすると、あと、こっちができるようになりますよ。だから、今までの新シリーズとかだと、こっちが、なんとかかんとかの、例えば、新立てとかの究極で、勝ったら、新超究極の新立て挑めますよっていう感じだったのが、両方とも超究極になりましたよ。だから結局、こっち周回して、運極作って、最終形態はこっちですよっていうのは変わんないんで、まあ、やることとしては、今までのやつと多分、一緒なんじゃないのかなっていう気はする。で、これも、まあ、降臨日、そうね。で、風っていうのが何かっていうと、今これ画像で出しましたけど、ワクワクの実と紋章、無効になります。なんで、キャラ強化要素がほぼほぼ封じられた状態で、まあ、挑まなきゃいけない。だから、風がついてるっていう感じ。もうこれ、実質あれやんけ。私のよく言ってる、新イザナミみたいな感じのやつじゃないですか。で、まあこれで最近、なんかいや、このクエスト簡単でしたよってコメント欄とかで言ってる人も、もしかしたら裏ではワクワクの実と紋章ガッチガチにやってる人がもしかしたらいるかもしんないで、そういう人は地獄見るかもしんないです。私も多分普段厳選とかに甘えまくってる人なんで、すげえ多分 PS 落ちてるから地獄見るかもしんないですね。キャラ要素はだから線形の書と、あとレベル解放と守護獣くらいしか多分使える要素ないんじゃないのかな。で、勝ったらどうなるかっていうと、英雄の証もらえるんですよね、イラスト違いと。だから、まあ、新シリーズは勝たないと性能はっきり言ってポンコツだったんですけど、これは、まあ、英雄の証がつくかつかないかだけなんで、多分、勝てなかったからといって、そんなにちゃんとこれ周回して運極作っておけば、そんなになんか性能差は大きく差はないんじゃないのかな。まあちょっと性能が多分、これ、イラスト上1個しかつかないから、神化とか進化形態だと思うんで、まあ多分そんな、なんかぶっ壊れみたいな感じになるイメージ、よっぽどじゃないとならないから、あれなのかな。で、あとちょっと気をつけたいのは、これイラスト違いもらえるの1回限りなんで、1端末1体だから間違えて合成とかその辺は注意しときましょうっていう感じですね。だから、まあ、襟の証持ってるのは1体だけっていうのが、ちょっとあれなのかな。まあこれもしかしたら他のコラボとかでも、もしかしたらあるかもしんないですね。サイドエフェクトとかみたいに別形態で強化要素はあるけど、その風のクエストでワクワクの実とか紋章はありませんよみたいな。なんかそんなクエストも将来的にもしかしたらやってきて地獄見せてくる可能性ちょっとあるんじゃないのかなと思いました。はい、楽しみです。で、新イベントオリュンポスの威厳っていうのを新しくやってきて、まあこれ3月ですが新イベですね。3月前半は歴代でも何年もずっと新イベなんですよね。3月後半が大体コラボっす。で、性能は、まあ、
ちょっと興味あるやつだけ長く喋るけど、これはあんまりちょっと気になってるところだけ喋ります。で、気になってるのはここで、敵を倒せば倒すほど味方全体のパワーが一定期間アップする。これ爆絶のテラが持ってたんですけど、1体倒すと 1.05 倍なんで、はっきり言って、なんていうか、接待要員として全く使えなかったんですけど、これガチャ限で28ターンあるんで、もしこれ、バフの倍率が結構高いんだったら 1.1 倍とか 1.0、1.15 倍くらいあったんだったら、結構接待役としてもしかしたら出張ってくるかもしんないかなって私気にしてます。ただ、まあ、どこで使うんだって言われると、まあ、ちょっと、あんまり思いつかないです。ごめんなさい。で、熱属性のイリス。これは、ワープと、ワープと減速壁持ってて、まあ、友情ブスバリア付与。まあ、つまり、アビニベーシャ的ですね。水属性なんで。で、弱点露出あるから、どこにあっても、そのワンパンとか、いろいろ削りとしても役に立ちますよ、みたいな感じ。で、追撃貫通弾持ってるっていうのが、個人的にちょっと気になってる。友情がすげー通るっていうのが、いつもではっきり分かったんで、多分、超バランスの追撃貫通弾って、その弱点強化とか全部終わってから撃つから、結構雑魚処理に使えるんじゃないのかな。ボス削りとしても、かなり使えそうな気がするんですよね。まあ、このために引くかって言われると、黒い双葉でいいんじゃないのっていうのは正直ある気がするけど。はい。で、次、闇属性のヘパイストス。いや、これ、FGO のあれですね。神を撃ち落とすヘパイストスでしたっけ？あれ、ヘパイストスでしたっけ？なんか、そんな名前見たことある気がする。ちなみになんかパンドラのお母さんでしたっけ？お父さんでしたっけ？なんかそんな感じのやつあるんで、なんかそういう、なんか設定あるみたいです。で、これは、はっきり言って面白枠。砲撃型でゆっくり持ってて、弱点嫌いも持ってて、脱ポジ嫌いる。全部合わさったらすごい倍率高いよっていう。で、それに、ウォールセットトライデントなんで、まあ、これが、すごい噛み合った時は一撃ですごい削れますよ、みたいな感じ。で、あと一応味方を集める SS なんで、自分で味方集めて、次のターンのキャラに、なんか当てやすい位置でウォールセットも、いろいろ組み合わせてできるみたいな感じ。正直言って、そういう遊び方みたいな感じのキャラになるんじゃないのかなと思ってる。ラビ太陽が減速壁とウィンドなんで、まあ、これが刺さりますよみたいなとこは、ちょっとパッと思いつかないかなっていう気はしますね。まあ、こんな感じの新イベ。一応、確定ガチャはあるけど、まあ、使うとしてもこれだけ。まあ、それか、無課金、美課金は、オーブ使わず、後半のコラボもしかしたらなんか来るかもしんないよねっていうのがちょっとあるね。一応3月15日に、これ、終わっちゃうんで、だから、まあ今カレンダーちょこっと出しとくけど、もしここからコラボ来たらまた、まあ2週間ちょいぐらい、結構長いことあるから、またなんか、その、やっぱコラボ追加も、まあ17か24か、まあその辺にモンストニュース来たらありそうな気がするんで、やっぱり、まあ、今、もし引きたくても、今引くべきじゃなくてちゃんと、まあ3月10日とか、その辺にモンストニュースで発表されると思うんで、それ待った方がいいんじゃないのかなと思いますね。で、今回は、降臨のやつが何も発表されなくて、代わりに試練の門っていうのがあります。あとだから、ドラえもんとかもね、なかったんすよね。だから、いや、歴代何年も続いてた伝統がついに消えましたみたいな感じ。で、これも15日までなんで完全に今回の新イベにやってる。で、今回この試練の門っていうのは何かっていうと、5つステージあって、まあ、その、なんかクラスエネルギーっていうのを集めていくと、次のステージでだんだんと登っていきますよっていう。で、右に行くごとにだんだんと難易度上がっていきますよっていう感じのとこなんですよね。で、ノーコンティニューで、まあ、このクラスエネルギーっていうのは多分何回かかったら、この必要なクラスエネルギー集まるのかな。だからこれを集めて、次のクエスト、これ、2、3、4、5って試練進んでいきますよっていうので、周回すると勝ったら、卵とかオッケンチとかじゃなくて、クラスコインっていう特殊なポイント、まあ、こんな感じでもらえるよっていう。で、これも難しくなればなるほど、もらえるポイント、クラスコインか、増えていきますよっていうのが仕様になっている。だこれを周回して、ポイントはというかコイン、クラスコインを集めてやっていきましょうよっていうのがなってます。で、あと補正かかって、この、これらの、なんか、1週間だっけ？日替わりか。日替わりで、これらなんか10体のキャラがガチャゲンその他からそれぞれ5体ずつ選出されて、それ使うと、報酬2倍になりますよっていうのがあるんで、できるだけこれら編成してやっていけばいいのかな。まあ、多分やればわかるでしょ。で、まあ、こんな感じで降臨キャラもらえる。で、水属性だけ、なんか、引き換えで、別の形態、アビリティとかも全部違うから、実質別キャラみたいな感じのやつ、左だけいるんで、ちょっとこれ気になってるから、まあ、交換した方がいいかもしんないですね。で、あと、多分これ終わったら、もうできないと思うんで、ある意味期間限定だから、まあ、ちゃんとやっていきましょう。多分終わったら、こんな運営やってくれないんで、また。で、あとはいろいろ、特玉とか、ベルとか、ビスケットとかも交換できる。で、結構ね、最初のやつ10ポイントとかクラスコイン、10だったから気にしなかったんですけど、意外と3500とか、そんなんだったんで、意外と、周回しないといけないのかな。まあ、一応、降臨キャラは、3000集めたら1体運極なんで、一応なんだっけ、ラック控えの、
あれとしてももしかしたらやる人いるかもしれないね、難易度によっては。まあそういうのがありますよっていう感じで、あと期間限定クエストの昔のすっげー古いやつまあこの辺復活で、あと軽油差とかもいるんで、まあこの辺の古いやつ、この辺もちょっとクエスト内容完全忘れちゃったけど、まあ難しくないと思うんで、ランク上げしたい人はこれ使ったらいいんじゃないのかな。で2週間くらいあるんで、まあガチったらすごいランク上がる気がします。で獣神化界はベトベン非属性、いやこれ昔ブイブイ言わしてたからね、大号令で。でそれが強くなって、まあ新しくダメオンがつきまして、セレナーデ適正になりました。でもともとついてたブロックはまあコネクトスキルになって、重力キラーも新しくついてるけどコネクトスキルで、シュド君は異なるキャラが2体なんですよね、これコネクトスキルの発動上限で。ベトベンってアジンだから、いやモンストでアジンって一番多いんでいや意外と組み合わせにくいのかな。まあマナとかラプラスとかって多分アジンじゃなかったはずなんで、まあその辺と組み合わせてすごいよみたいな感じになってくるのかな。まああとは別にコネクトスキル無視してもセレナーではいけるんで、その辺は運営さんの優しさなのかな。昔だったらこれ絶対ダメをコネクトスキルに入れてたんで、まあ優しくなってるんじゃないかな。あとこれエナジーソード水属性なんですよね。有利属性に行くから絶対木属性に行くのに、なんでフリー属性の水持ってんだよってすっげえ思いましたね。これ絶対上さん喧嘩売ってるでしょって思いました。であとクリスマス仕様もあるんで、まあこれもありますよっていう感じです。で次回のモンストニュースは3月3日、多分ここでおそらく激獣神限定発表されるのではないかと思うんで、まあここでも待った方がいいんじゃないのかなと思う。で3月10日はまあ多分コラボの発表とか、まあそれかなんか後半のイベント発表みたいになると思うんで、まあそういうのがこれからのモンストの予想ですよっていう感じ。で、次回のモンストニュースは、まあこんな感じになりましたよっていう感じですね。はい。じゃあ、サイドエフェクトの麻薬。ちょっと、埋もれないようにしましょう。はい、ボリューム。